ベルンミッテルラント地方協議会は、スイスのベルン州ベルンミッテルラント地方の広域政策を協議する機関で、地域計画、広域交通、住宅計画、文化振興を自治体の枠を超えて組み立てていくために2010年に設置された。77の基礎自治体によって構成されており、範囲はベルンミッテルラント区と同等で、北はフラウブルンネン、南はクッキスベルク、 西は、クラバライレス、東は、ボービルまでを含んでいる。ベルン州の947平方メートルの地域に40%の人口と50%の雇用が集中している。基礎自治体は、領域内の商業などの実務を地方協議会に委託することができる。基礎自治体の法令の規定や事業の規制が地方協議会の組織と活動の基礎となっている。 2016年に第2弾ベルン・ミッテルラント地方交通、住宅計画が採用された。地域交通、住宅開発、景観開発を長期的な視野で誘導し共同させることで地方協議会の空間計画の真となるものと期待されている。会部会にベルン経済圏があり、 地方協議会に属する77の基礎自治体のうち33の基礎自治体が属する経済会議で2010年に地方協議会の経済専門部会として立ち上げられ地域経済の発展促進を地方協議会から委託されている。経済競争の中での協調と地域経済の発展及び成長する他の大都市経済圏との比較研究と計画が ベルン経済圏の担当である。ベルン州経済発展省とベルンミッテルランと地方協議会との間の実務的合意協定がベルン経済圏の活動の根拠となっている。州政府当局に代わり地方協議会を構成する77の基礎自治体す全てに働きかけつつ経済圏の33の基礎自治体にはより拡張的な政策を実施している。 ベルンミッテルラント地方協議会の前身は、まず1963年に設立されたベルン市、及び周辺基礎自治体の地域計画協議会であり、後にベルン地域共同協議会と名を変え、さらに1996年からはベルン地域協議会と改称した。ベルン地域協議会から文化部門を引き継いで、地域文化協議会は1997年に、 設立され2011年まで活動した。また同じく交通に関するいくつかの委員会を引き継いで地域交通協議会も1997年に設立され2010年まで活動した。そして2009年から2010年にかけてベルン地域協議会は発展的に解消され2010年からベルンミッテルラント地方協議会となったのである。 ありがとうございます。